始まりがあれば終わりがあるように、出会いがあればまた別れもあるのです。永遠に続く二人の関係、それはどんなに幸せなことでしょう。ここきらめき高校には一つの伝説があります。校庭の外れにある一本の古木、そのたもとで卒業の日に女の子からの告白で生まれた恋人たちは永遠に幸せな関係になれるという伝説が。あなたが好きとか。